鳥山赤炎、根弱画と俗百鬼より、人玉人玉とは、主に夜間に空中を浮遊する火の玉である。古来、死人の体から離れた魂と言われており、この名がある。古くは古代の文献にも現れており、現代でも目撃報告がある。また同様の現象は外国にもあり、写真も撮られている。万葉集の 第十六巻には次の歌が掲載されている。人玉の竿なる君がただ、一人愛りし天よのはひ左しをも保有万葉集、第十六巻鬼火狐火などとも言われ混同されることがあるが、人玉は人の体から抜けてた魂が飛ぶ姿とされるものであるので、厳密には別の概念である。形や性質について語られる内容は、 全国に共通する部分もあるが地域差も見られる。あまり高くないところを這うように飛ぶ。色は青白、大々、赤などで、大きくが、長さにも長短がある。昼間に見た例も、少数ある。沖縄県では人玉を、玉貝と呼び、泣き人村では、子供が生まれる前に現れるといい、土地によっては人押しに追いある会かとも言う。千葉県印馬郡川上村では人玉を、 魂と呼び、人間が死ぬうに、三日前から、体内から抜け出て、寺や、縁の深い人のもとへ行き、雨戸や庭で大きな音を立てるというが、この音は、縁の深い人にしか聞こえないという。また、二十八歳になるまで魂を見なかった者には、夜道で、魂が、会いましょう、会いましょうと言いながらやってくるので、二十八歳まで見た、ことがなくても見たふりをするという。 19世紀末イギリスの民族学者、聖イ院、ベアリング・グールドは、死体が腐敗して発生した、リン化水素の発散が墓の上を漂う青い光を生むということはありそうなことだと考えていた。一説によると、戦前の葬儀は土葬であったため、遺体から抜け出したリンが、雨の日の夜に雨水と反応して光る現象は、一般的であり。 庶民に科学的知識が乏しかったことが人魂説を生み出したと言われるが人や動物の骨などに多く含まれるリン酸は自然発火しないので該当しない。ただしリン化水素は常温では無色不如臭の可燃性気体で常温の空気中で酸素と反応して自然発火する。昔からホタルなどの発光昆虫や流星の五人光るコケ類を体につけた。 小動物、沼地などから出た、陰火性のガス、玉電、さらには、目の錯覚などがその正体と考えられた。例えば、寺田虎彦は1933年に、帝国大学新聞に寄稿した随筆の中で、自分の二人の子供が火の玉を目撃した状況や、高圧放電の火花を、拡大投影した像を注視する実験、伊豆地震の時の各地での、 地震の光の目撃談に基づき、物理的現象と錯覚とが相まって生じた可能性を述べている。実際に可燃性ガスで人工の人玉を作った例もある。1980年代には、大月義彦が空中に生じたプラズマであると唱えた。だが、蒸気の説明群では説明できないものもあり、様々な原因、現象により生じると考えられる。ありがとうございます。